日本共産党の本村信子です国民投票法をめぐる問題について、3点、意見を申し述べたいと思います。与党の方から公職選挙法並びの7項目は、投票環境の向上のためのものだから、すぐに採決し、次のステップに進めばいいという話が出ておりますけれども、憲法改定の手続き法が公職選挙法並びでいいのか、公職選挙法並びに国民投票法を変えれば、 本当にすべての国民の皆様の意見を反映する仕組みになるのか、法体系の根本から議論するべきではないかというふうに思います。最低投票率の問題投、投票運動の制限、CM 規制の問題など、重要な課題が残っていると思います。従いまして、旧国民民主党の皆様が提出をされました法案を含めて、十分かつ慎重な議論が必要だと思います。 二つ目は同時に今政治がやるべき最優先の課題は新型コロナ対策です。会見や国民投票法ではありません。コロナの感染拡大が各地で深刻になっています。この事態に対し、憲法の見地からどう対応するのか、それは憲法を変える議論ではないと思います。国民、住民の皆様の命と暮らしを守り、憲法が規定する生存権を保障するために、具体的に どういういい策が必要かを議論すすることだとだ思います兵庫県の医療現場からは、阪神管は完全に医療崩壊しました、在宅の死者も出ています、酸素飽和度80%の方が酸素もなしで、在宅で開かないベッドを待っています、切実な声が上がっています、今でもベッドも医師も看護師も足りません。ところが菅政権は 病床削減を推進する地域医療構想に固執をし続け、消費税財源で100%補助をつけて、病床削減を推進する法案をこの国会で強行しようとしています。コロナ禍で中小・小規模事業者から生きるか死ぬかの悲鳴が上がっているのに、新しい産業等への人材の移動を阻害する等の懸念があると、持続化給付金や家賃支援給付金を打ち切り、雇用調整助成金の特例措置も、 縮小小小すすするる計画ででをを含めめ中小小規模事業者の支援を抜本的に強めるべきです学生さんからも悲鳴が上がっています。愛知県内のある大学でのフードバンクでは、約400人の学生が並んだそうです。学生さんの要望の一番は、お米が欲しいという声です。緊急に今すぐ、食料支援や、学費半額、学生給付金などを行い、等しく教育を受ける権利を保障し、 若い人を追い詰めている現実こそ変えるべきですこうした一つ一つの問題に答えることこそ緊急に政治に求められていると思います三つ目にこうした議論をする上で政治への国民への国民の信頼が不可欠だということです安倍政権の下で森友加計学園問題桜を見る会をめぐる問題など行政の私物化が繰り返されてきました いずれもいまだに全容が解明されておりません。国会で虚偽の答弁を繰り返した安倍前総理は、桜を見る会前夜祭の政治資金収支報告書の不記載を認め、議院運営委員会で弁明しましたが、このとき野党が求めたホテル発行の明細書などの資料はいまだに提出されておりません。河井克行元法務大臣と案里前参議院議員による大規模選挙買収事件では、 自民党法務が提供した政党交付金を含む1億5000万円の買収、1億5000万円が買収に使われたのではないかという疑惑はそのままです。菅政権の下でも、東北新社へ NTT による総務官僚への違法接待により、行政が歪められたのではないかということが問われています。さららに現職のの田総務務大大大臣臣臣歴代大臣副大臣政務官が ntt から 接待会食を受けてていいたことが明らかになっています吉川元農水大臣の収賄事件、前文部科学副大臣の接待問題など、汚職と腐敗は挙げればきりがありません。ところが、安倍菅政権は一切まともな説明をしておりません。それどころか公文書の破棄、改ざん、隠蔽するなど、国会を軽視し、民主主義を土台から突き崩しています。 憲法を議論する大前提である国民の信頼を取り戻すことこそ、勝利の課題であるということを指摘をして、意見表明とさせていただきます。